映画監督の西川美和です。今回素晴らしき世界という映画がトロント日本映画祭で上映されます。はい、この作品はですね、実在の人をモデルにした物語です。殺人を犯して13年間刑務所に入っていて、全くこう社会のことを知らずに過ごしてきた男の人が刑務所から出てきて、もう一度自分の人生を社会でやり直そうという物語です。長く普通の暮らしから離れていた人がですね、もう一度社会で自分の人生を立て直すっていうことが、日本ではとても難しくて、半分の人がまた5年以内に犯罪を犯してまた刑務所に舞い戻ってしまうという現実がありまして、そのもう一度人生をやり直すということがこういかに難しいことか、それは犯罪を犯した特殊な人だけじゃなくって、人生でいろんなレールを、踏み外したり、一旦こうミスをして間違いを犯したりっていう人がやり直すっていうことに対しても同じ難しさがあるのかなと思います。そうやって自分の人生をやり直す男性の物語です。主演を演じてくれたのは、役所広司さんです。いろんな役をやってこられましたけれども、刑務所を出てきて、人生をやり直す男がですね、いろんな障害にぶつかりながら、そこで四転八倒を繰り返し、それでもこう未来への希望を失わずに、もう一度やり直していく、カムバックするという、そういう男の、人生をとても魅力的に演じてくれております。映画素晴らしき世界、ぜひ皆さん楽しんでご鑑賞ください。よろしくお願いします。